チキンラーメンってね、バリカタで食べた方がうまいね。完全に。うん。やっぱりその、この、お湯かけ3分、お鍋で1分って書いてるけど、やっぱ俺は、お湯かけ0秒。うん、それでね、ちょっと食べるのが好きというか。まあでもこれ日清食品ってね、1948年、中高商社ってね、安藤桃福さんが作った会社ですけども、チキンラーメンがその10年後の1958年で、で、カップヌードルが1971年やね。うん、その58年できた、即席ラーメンを入れて、で、このね、ここに残るんですけど、これは、もうこれ入れずに、こう食べちゃう、これ。うん、正直ここの部分が一番うまいね。うん。そう。あとサンマの苦いとこ。うん。これがね、俺好きなんですよね。その身の部分よりやっぱサンマの苦いとこが好きで。この卵ポケッツ。で、ここにちょっとエッグ入れます。で、これ白身ね、ちょっとこう垂れてますけど、これあえてですね、これ。やっぱりその、一番火が通ってほしいのは、やっぱり白身の部分なんで、こうあえてここね、お湯浸かるようにこうして、で、ここは平べったくなるっていう、これ完全に緻密に計算された、置き方というかね。はい、ここはね、やっぱり白くしたいんで、絶対に。はい、はい。で、もうね、もうこの時点で、いただきます。はい、もうしとかないと。はい、この感じやね。で、これがもう、もうほんまこれ食べなあかんけど、この感じね、この沖ノ鳥島みたいになってる感じ。うん。日本の排他的経済水域が拡大する要因となってる。まあ、その EEZ、まあ、通称エクスクルーシブエコノミックゾーンやね。うん、そういう感じの、最南端のね、この島ですけど。はい、もうこれここで、もうこの硬い状態。これもう。ベリーウマーバー、めちゃめちゃうまい。そしてここね、スープをこう薄スープの状態でまず、うん、うわ、料亭やん。チキンラーメンかっこ料亭の味やん。まあ、ニョロニョロ料亭の味、ニョロニョロでも皮やね、これは。それは好みに合わせて。俺はちなみにニョロニョロの方が好きやね。こうサクサクの状態でお湯に浸かってるっていう、そのパラドックスがいいよね。うん。うん。このラーメンがサクサクの状態で食べられるっていうね。その、食感のパラドックス。これが素晴らしい。だんだんこのスープが濃くなってくる感じ。あ、仕上がってきてるね、これ。だんだん。うん。この料亭からジャンクへっていうね。結局、お金持ちの人が最終的には、その、長谷へのお茶漬けがうまいみたいなのと一緒やねん。最初料亭やったけど、このジャンクに、この進化。うん。人によっては対価っていうね、声もね、その反発運動みたいなの起きてもおかしない状態ですけど、これがやっぱ進化っていう。うん、そう。最初、バリ方やのに、だんだんこの、ふやけていく。で、スープも濃くなるっていう、この、うん。まあ、合理的非合理というかね。うん。これ、ストーリーとしての競争ラーメンやね。うん、
全なるそういうラーメンです。なんか地球の断面みたいやな今見たら。地球の断面みたいな 2900km 先のマントルみたいな感じの、そうコアな、うん、コアな部分ですね。ここ地球の真ん中もね液体になってますから。でついにこれを割ります。でこの液体状のところで割るとこう全部混ざってしまうので、陸上の部分でこう割って食べる感じやね。うん、うまい。やっぱりそのチキンとやっぱエッグっていうこのね、まあ言うたら親子丼のシステムと、まあアナロジーで見たらそういうあのね感じですけど、ね、やっぱりうまいことその、うん、ペアリングしてるというか、うん、しっかりやっぱりマリアージュしてるっていうのが、ね、あのポイントですこれ。いや素晴らしいねこれ、ほんまこれほんまうまっぷカトリおいしんごやね。鶏ガラ僕たちは何かを信じてこれたから。いやほんま、いや確実にそうやろこれ、うん、いやこれほんまにうまいし、味うまんつえ味坂東英二ゆで卵でした。ゆで卵先生、大きな栗の木の下でって歌知ってますかって聞いたら、多分サビ聞いたらわかるかもって言ってましたけど、そのサビないですよ、あの歌。全サビなんで、あの曲。ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。